月29日から始まった戦祭り。刀は武力プラス1知力プラス2最大兵力プラス10。もう一方は10コスト式上昇速度上昇。知力依存が高すぎるカメタ製武器が知力プラス2とかにあって強かったから紹介するよ。持ち付きカメヤカの攻略は知力が 17.5 カウント、知力依存は 2.9 と1000計略でもトップクラスに高く、知力量と合わせてプラス4すれば約29カウント続くよ。見るべきものは見た。マジンガー、放て。流派発動。一の方未熟であった。クーズが。お粗末様でした。放て。クーズが。クーズが。次はいい返事を期待しているよ。個人的にはランカー戦ほど計略は出し惜しみせずに使った方が良い印象。白変戦に勝てる保証がない時ほど計略の強さで勝っていきたい。多勢の攻めも知力以上 1.2 カウントと英傑対戦ではかなり高めの数値。他にも最大兵力上昇の恩恵を受け安い佐藤継信や知力が値上がることで副変に意味が出てくる新次君らも恩恵が大きかったよ。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。我が瞳には毛利の未来が見えている。流派発動。三の方月はあっちにあんのかよ。流派発動。二の方電気解放。くせ者。突撃。突撃。亀があまりにも長すぎてフロイトが亀にかかってしまってたね。今回は3戦あるよ。2試合目は多勢の長さがより際立った試合。新次君の副兵でもこれだけのダメージを取れるのがこのルールならでは。防殺もあるから便利なスペックカードに変貌して感じるね。
死の方。我らが炎にて敵軍を焼き尽くせ。花は確かに待とう。うまくガラスに込められたの。たったには自身の前からその間に画面を表示して相手の4口から穴の2メートル。ダメージの入りがあるのか分からない。もし変えそうならちょっとずつ考えてたよ。月はあっちにあんのかよ。流派発動。三の方、バカチンガー、攻めろ、攻め、攻め、バカチンガー復活せよ。ゴミは終わった。なんなこれ式はっ天気解放。神宮島をなめんなよ。鬼すまし、勝機を逃さず進むのです。息子に俺の生き様を見せねばな。狙われています。身を隠され。お達者で。三の方、私が直々に行かせてもらいますよ。クズが、あとを任せた。クズが、ここまでか。お粗末様でした。やっちまったか。バラバラに散れ。一番先に行った穴子が点検終了まで続いてたね。これほどまでに地力以上が高い計略、今回の戦祭りにおすすめです。
流派発動。一の方、ここはキングを取れなくてもいい場面。アマゴが迎撃を取られて台無し両成敗にならないよう慎重に見に行くよ。バカチンガー姿へ。お前の志はそんなものか。バカチンガー男を見せろ。ハーレクイーン、王たる威厳と存在を今こそ示せ。おりゃん、月はあっちにあんのかよ。姿へ、獣くせ者。お立ち立て。流派発動。三の方、バカチンガー。おりゃん、おりゃん、バカチンガー。なんだこれして。いざ出陣。バカチンガー姿へ、獣。葵の門に誓おう。天下太平の礎となることを。神宮島をなめんなよ。みんなにもらった命の炎、
ここで燃やさず、どこで燃やせってんだよ。戦機解放。これは相手の突撃がお上手。ただ白ゲージも色差も余裕のある状況やったから、自陣でたんこ盛りしてもよかったわねんかな。反省点。流派発動。一の方ご視聴ありがとうございました。今回使ったデッキは各パーツがこのルールでおすすめできるカード。